フェリックス・ヘルナンデス。フェリックス・アブラハム・ヘルナンデス・ガルシア。フェリックス・エブラハム・ハーナンデス・ガルシア。1986年4月8日帯は、ベネズエラのバレンシア出身のアメリカ人、プロ野球選手、当主。MLB ・シアトル・マリナーズ所属。愛称は、キング・キング。専門市場では、フェノム、フェナム、スターと呼ばれている。 14歳の時点で、すでに速球は、時速 145km を記録し、契約解禁年齢の16歳の誕生日までに、シアトル・マリナーズ、アトランタ・ブレイブス、ニューヨーク・ヤンキース、ヒューストン・アストロズなどが獲得に乗り出した。最終的に、大ファンであるフレディ・ガルシアがエースとして活躍していた、マリナーズを選択し、7月に契約。その頃から、将来のエース、 10年に一人の逸材と言われ続けた。2A 級、2A 級と AA 級、2トリプル A 級でプレー。8月4日のデトロイトタイガース戦にて、19歳の若さでメジャーデビューを果たす。初先発初勝利はならなかったものの、8月9日のミネソタツインズ戦で2度目の先発登板で初勝利。同年は12試合に先発登板し4勝4敗。 防御率2.67を記録した。6月11日に初関東、8月28日に初関風を記録、共にロサンゼルス・エンゼルス戦。開幕から25試合目までに56の支給を与え、課題の請求難が顕著に現れたが、最後の6試合にはその数は4に抑えるなど、成長を見せた。首脳陣は肘や肩の故障を恐れ、 同年シーズンの投球回数を春季キャンプを合わせて200イニング程度に抑える決定を下し、スライダーを投げることを事実上禁止した。夏場にはローテーションを飛ばし、他の投手に投げさせたり、最後に登板予定だったスケジュールをキャンセルした。6月23日のニューヨークメッツとの交流戦にて、2回表に西満塁で打席に立ち、宇宙間に満塁本塁打を放った。 満塁本塁打は、アメリカンリーグの投手では37年ぶり、マリナーズの投手では、球団史上初であった。開幕前の3月に開催された第2回、WBC のベネズエラ代表に選出された。2勝を挙げ、決勝ラウンド進出に貢献。シーズンでは、自身初のオールスター出場を果たしたほか、リーグ最多イの19勝、5敗で、球団史上初となる。 最多勝ちのタイトルを獲得。勝率や被打率でもリーグ1位の数字を残し、脱産進数は自身初めて200を超えた。その他、月間最優秀投手を2度受賞するなど1年通して安定した投球内容でチームを支えた。サイヤング賞レースではザック、クレインキーに敗退し、受賞はならなかったものの、ジャスティン・バーランダー、CC サバシア、ロイ・ハラデーといった、 高投手を抑えて2位を記録した。8月25日のボストンレッドソックスとのダブルヘッダー第2戦で、デビット・オルティーズから空振り三振を奪い、球団史上4人目、また史上3番目の若さでの通算戦略三振を達成した。最優秀防御率のタイトルを獲得。また、2年連続で最小被打率を記録したほか、先発登板数、投球回、 クオリティスタート数でも1位、脱三振数、ホイップで2位、関東数、関風数で3位を記録。シーズンを通してハイレベルな投球を続けた一方で打線の援護には恵まれず、勝利数は伸びなかったものの、その投球内容の良さが評価され、先発投手としては史上最小となる13勝、12敗でサイヤング賞を獲得した。 前年のような安定感のある内容には欠けたものの、先発投手陣の柱として、チームを支え、2年ぶり2度目のオールスター出場を、果たした。このシーズンで14勝、14敗を記録したことで、通算85勝となり、球団入りのきっかけにもなった大ファンである、フレディガルシアが、マリナーズで記録した通算76勝を超えた。その他、 自身の記録としては3年連続5度目の2桁勝利、6年連続6度目の30先発登板、4年連続4度目の200、投球回、3年連続3度目の200奪三振を記録した。4月には東京ドームでの日本開幕戦で先発した。序盤は休息が上がらず心配されたが、徐々に復調し、8月15日の本拠地でのタンパベイレーズ戦において、 史上初の記録となるシーズン3人目の MLB 史上23人目となる完全試合を達成。マリナーズでは球団史上初の完全試合投手となった。最終的にリーグ最多の後完封勝利を含む13勝9敗を記録した。1月に第3回 WBC ベネズエラ代表の暫定メンバーに選出された。二月十三日にマリナーズと 総額1億7500万ドルの7年契約を結んだ。この契約は CC サバシアの7年1億6100万ドルを抜いて投資史上最額となった。2014年現在では投資史上3位の金額2月8日に WBC 出場を辞退することを発表し、ツイッター上でベネズエラのファンに謝罪した。正式契約前の身体検査で肘に異常が見つかり、 一時は契約の成立が不安視されたが2月12日に正式に契約延長を行った4月22日のアストロズ戦で通算100勝達成シーズンを通しては12勝10敗防御率3.04だった7月25日7回1失点で降板し1971年に トム・シーバーが記録した13試合連続7イニング以上2失点以下のメジャー記録に並んだ。最終的には8月11日までの16試合連続に更新した。前述の連続高騰記録などもあり、シーズンを通して活躍して最優秀防御率のタイトルも獲得し、サイアング賞の最有力候補と見られていた。受賞したのはコーリー・クルーバーであった。ヘルナンデスはクルーバーより、 防御率、被打率は、ホイップ、QS 率などでは大きく上回ったが、勝利数、脱三振数、フィップ、ウォーの差が勝敗を分けたと言われている。なお、防御率及びホイップは21世紀に入ってからの、アメリカンリーグでは最高の記録であった。5月10日のオクランドアスレチックス戦、サムファルドから三振を奪い、史上4番目の若さ、29歳1ヶ月で、 通算2000奪三振を達成した。7月には5年連続でオールスターのメンバーに選出され、アリーグの2番手としてマウンドに上り、1点レイニングを無安打無失点、1奪三振に抑えた。レギュラーシーズンでは、リーグトップ隊の2完封勝利を含む、同3位隊の18勝を挙げたが、防御率3.53は2007年以来となる3.50、超の数字と、 例年よりやや打ち込まれた。また、脱三振が減少して191に止まり、7シーズンぶりに200の水準を割り込むなど、ヘルナンデスの実力から見れば、やや不振のシーズンを過ごした。6月1日に、右ふくらはぎ通により2008年以来となる故障者、リスト、DL 入りとなった。七月に復帰を果たしたが、この離脱が響き、シーズンでは十一勝を挙げたものの九年ぶりに、 年間200イニングに数、防御率も2年連続で悪化し3.82位であった。オフの12月5日に第4回 WBC のベネズエラ代表に選出された。開幕前に選出されていた第4回 WBC に参加。3月15日のアメリカ合衆国戦に先発登板し、アメリカ合衆国は同じマリナーズに所属するドリュースマイリーが先発登板したため、 マリナーズ対決として注目を受けた。4月25日のデトロイトタイガース戦で右肩の張りを訴えて降板し、翌日に同箇所の炎症で故障者リストに登録された。この年は前年以上に登板数が減少し、6勝5敗、防御率4.36とルーキーイヤー以来の一桁勝利に終わった。同年9月24日に米国市民権を取得した。は さらに調子を崩し、8月にはメジャー14年目にして初となるリリーフ登板も経験した。この年は年間通して調子が上がらず、29試合登板、先発28試合で8勝14敗、防御率5.55ホイップ1.40と散々なシーズンに終わった。スリークォーターから2種類の速球、シンカー、フォーシーム、速く鋭いチェンジアップ。 曲がりの大きなスライダー、カーブなどを使用した。特に、チェンジアップは高評価を受けており、メジャーリーグ全球団の監督を対象にした部門別ベスト選手アンケートでは、アメリカンリーグのチェンジアップ部門は2年連続、2014年と2015年1位を獲得した。スライダーも投げられるが、コーチ陣が肘の怪我を恐れて2006年、20歳の時点まで、投球を禁止していた。 もともと豪速球投手として有名で、キャリアの初期には時折 100mph、約時速 161km に達しており、2006年はメジャーリーグの先発投手の中でも、速球の平均球速が 95mph、約時速 152.9km を超えるのは、ヘルナンデスの 95.2mph、約時速 153.2km と、 デトロイトタイガースのジャスティン・バーランダーの95.1メートル PH、約時速153キロメートルだけだと言われていた。その後は選手生活を通じて下がり続けており、2010年の平均球速は94.1メートル PH、約時速151.4キロメートル。2014年は92.4メートル PH。 約時速 148.7km、2016年は 90.5mph、約時速 145.6km となっている。30代になる前に、球速が大幅に下がり出した。また、内野ゴロを打たせることに長けた、典型的なグラウンドボールピッチャーで、非本類だや非長だが、比較的少ない。ギガバイト、回 B、全ゴロ数全フライ数は、 通算で1.95を記録しており、デビュー当初から常にリーグ上位に入っている。自分のボールに絶対的な自信を持っており、上記のような状況で、シンカー等の速球系の球を投げたがるヘルナンデスに、対し変化球を要求する保守の城島健二とは、衝突が絶えず、2006年12月27日に NHK で放映された、城島の特集番組でのインタビューに応じた。 彼は、保守はただ、投手が投げたいボールを受ければいいんだ。城島のリードなんて、僕は認めないよと言っている。この番組収録後の2007年シーズン、開幕投手として選ばれたその試合は、城島と組んで、息の合った投球を見せ、8回無失点12、脱三振で、勝利投手となった。試合後には、やっと、バッテリーというか、心が通い合う関係を築けたような気がする。 僕が何を投げたいのか、彼は理解してくれている。今は気持ちよく、上に投げられるとも語っている。しかしながら2009年には、ジ島と組んだ序盤の5試合で1勝3敗、防御率7.22という結果に終わり、その後は、ロブ・ジョンソンなど、ジ島以外の保守を相手に投げるようになった。そのため、自身が登板する日は、ジ島は、休養を取ることになった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。